盲導犬の排泄。まずはワンツーベルトというベルトを用意します。ビニール袋の片方の取っ手にナス缶を2つつけます。もう片方の取っ手を切って準備完了です。ある程度時間を決めて1日5から6回排泄に出しています。歩行前後や餌の後にも排泄に出すようにしています。このワンツーベルトを使えばどこでも地面を汚さず排泄させることができます。取り残しもなく掃除をする手間が省けます。腰のあたりにベルトを固定し、尻尾の付け根でビニール袋を結びます。これで装着完了。いざ排泄へ。排泄はワンツーワンツーと声をかけながら促します。ゴミ箱へ入れます。